グザビエド・メイストルは、フランスの作家、軍人。生涯の多くを軍人として過ごしたが、有名なのは、作家としてである。サボワのシャンベリの貴族の家に生まれた。サボワ上院議長も務めたフランソワ・グザビエド・メイストルを父に持ち、著名な哲学者で、反革命家であるジョゼフ・ド・メイストルを兄に持つ。 十人兄弟のうちの次男であった。若い頃は、ピエモンテ・サルデーニャの軍隊に勤めた。1790年、トリノで決闘した懲罰として、実質謹慎を命じられた時に書き上げた、空想譚我が部屋を巡る旅が1794年に、刊行された。グザビエは、兄、ジョゼフの政治的心情に共感し、1792年に、 フランス革命軍がサボアをフランスに併合した後にサボア軍を去り、やがてロシア軍の任務に就いた。オーストリア・ロシア共同戦線に勝利したアレクサンドル・スボーロフの下で働き、1796年にはロシア軍減衰直属となった。その頃スボーロフを徴用していたエカチェリーナ2世が崩御し、新たに即位したパーベル1世によりスボーロフは解任された。 グザビエは将軍と不名誉を共にし、時折サンクトペテルブルクで細密が特に風景画を描いて、自らの生計を助けた。1803年、兄ジョゼフがロシアのツァーリアレクサンドル一世王室のピエモンテ、サルデーニャ全権公使に任命された。ペテルブルクに到着した弟のグザビエは海軍大臣に紹介され、図書館長、海軍博物館長などのポストに任命された。 彼はまた積極的に戦闘に参加し、コーカサスを制伐し、少々にまで出世した。1812年、ツアーリの親族である、ロシア人女性と結婚。彼は、ナポレオンの敗北とそれに連なるピエモンテ王朝、復権の後もロシアに留まった。シャンベリ城の正面に立つジョゼフとグザビエの、記念飛来旅行記の伝統に基づくパロディである、我が部屋を巡る旅は、 自身の部屋に6週間監禁された若い役人が、いかに家具や彫刻などを、異教の公開場面のように見ていたかという自伝的、記述である。彼は、いかなる出費も犠牲も伴わないこの公開を称賛し、貧しい者、虚弱な者、怠け者に強く勧める。彼の部屋は長方形で、周囲は36歩だった。私が部屋を旅するときと彼は書く。 直線的に進むことは稀である。テーブルから角にかかっている絵に向かう。そこからドアに向かって、斜めに出発する。しかし、自分の強い意志で旅立ったのに、途中で、肘掛け椅子に出くわしてしまったら、私はそれについて二度とは考えず、それ以上騒ぎ立てることもなく、そこに腰を落ち着ける。その後、北に進むと彼はベッドに遭遇し、と、このように彼は気軽に、旅を続ける。 これは、グザビエの敬愛するローレンス・スターンのスタイルに沿って、読者の想像力と戯れる非凡な作品である。グザビエ自身は作品に無頓着であったが、兄のジョセフがこれを出版した。その他の作品1839年、シベリアの少女フランス語版の出版後、グザビエは、パリとサボアワへの長い旅を続けた。彼は、文学界で自分がよく知られていることに驚いた。 アルフォンス・ドラ・マルティーヌは彼の天才を称賛する死を捧げた。未来の子供たちは言うだろう。それはあなたが完美な文章を通して私たちに渡してくれたあなたの心です。彼は忘れがたい思い出を残したシャルル・オーギュスタン・サンとブーブに出会った。一時期ナポリに住んでいたが最後にペテルブルクに戻り1852年にその地で没した。2013年。 小説、部屋をめぐっての旅がチュリッヒで初演された。ありがとうございます。